ゃぐらい積もってるらしいですよ。これ今除雪車入んないところ雪かきしたんですけど、これ見てください。これ僕の膝下ぐらいまで雪が積もってて、50センチぐらい積もってるっぽいです。うわ、今日はやばいなこれ。車が埋まってる。これやばいな雪。熊でなくても鹿ぐらいいそうだな。綺麗な桜だな。明日これ JR とか止まるんじゃん。綺麗な桜だな。この積もり方やばいでしょ。まあ、ついてるか。ついてない。ついてない。うん、もう18分ぐらいだね。やばい、あと20分つかないといけない。え、12時30分になるまでつかない。え、もう充電なくなりそう。いや、電気がマジつかん。35% ある。 35% でも Wi-Fi 繋がってないでしょ。家もできるけど Wi-Fi そう、 Wi-Fi 繋がってない。電気落ちちゃったから。いや、それはダウンロードできないで、Wi-Fi 繋がってないか。いき、これ、レタスのサンドイッチ。あ、何こうやって。トイレ行きたい。え、トイレ行ってよ。暗いから無理。え、暗いから、パパもいるからこうやって。無理無理無理、ドア開けたい。いつもいるよ、ここに。ほら。いっきもいるよ、ここに。ほら。安心して。無理だよ、誰か電気ちょうだい。じゃ、パパいるから、こう、素敵なじゃん。無理、できない、できない。明かりを感じ、それじゃ。いや、パパいるから、ここに立ってるから。あ、じゃあ、携帯の明かりで入る、トイレ。充電6%しか。
来たよ。え、もう止まっちゃうよ。わかんない。いや、行ってきな。よし。え、便座冷たいの？便座が冷たくてトイレ行けないよ。冷蔵庫。冷蔵庫大丈夫か？ギリギリ。え、トイレ行ってきな、ひーちゃん。漏れちゃう。じゃあ便座冷たくても大丈夫だって。ちょっとでしょ。いや、素敵なトイレに引いちゃう。寒くないの引いちゃう、その格好。トイレ行ったから寒くない。いや、だって、ストーブも何もついてないんだよ。こう、パパ見てねって髪。あのパパ耳つけるやつを見つけたよって意味だと思ってた。なんでだよ。違ったな。開けてみてよ、もう。おる。パパの服ね、うん、パパの絵うまくいかなかったけど。お、めっちゃ上手じゃん、これ。うまく描けなかった、昨日。パパの絵ぐちゃぐちゃにした。うまくできなかった。え、ぐちゃぐちゃした。パパの顔茶色いね。鉛筆だとね、鉛筆で描いたって空気塗ったらね、滲、うん、んじゃうんだもん。滲んじゃうの。こうやって黒とさ、うん、黒くなっちゃうんだもん、肌色が。でもこれすごい上手だよ。だから失敗した。消してもまた黒くなる。黒くなっちゃう。だから失敗した。めちゃくちゃ時間かかった。めっちゃ上手じゃん、これ。めっちゃ可愛いじゃん、それ。どれ？パパの絵、すごいかっこよく描けてる。ああ。その格好寒くないの？寒くないよ。寒くないの？パパも寒いよ。寒くも暑くも何もないで。電気もつかないし。災難だね、今日は。災難だ。学校もさ、遅れたしさ。学校も行けなかったしさ。行き熱だしさ。うん。寒いしさ。そう、寒いし。めちゃくちゃ災難じゃん、今日は。最後の日なのに冬休み。そうだ。めちゃくちゃ災難だ、今日。明日元気ないじゃん、車。車でさ、こっち行くとき、うん。うん、元気ない？ほら、だって。昨日寒かったのに。今日寒いじゃん、絶対。そう、寒い。でも、まあ、風邪ひいちゃう。でも、もう着くよ。いつ着くのよ。もうちょっと、もうちょっと。お、着いた。あー、あ、部屋汚いからこう掃除かけるの。着いた、着いた、着いた。びっくりした。ピッて乗ったもん。いきなりピッて着いた。気温が上がって音が出てた。そう、今さ、ボーンってなった。なった。で、最高のね、飲もうと思ってね、絶好になってね、あんまり飲もうと思ってたんだ。でもね、着いたー！着いたー！着いたー！電気着いたー！熱いの電気ついてる。え、トイレの電気ついた？おお、ついた。ついたー。なんか勝手にネットフリックスがついてる。え、ネットフリックスが勝手についた。やった、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 ついた、ついた。これが、ついたー。あ、時間が狂ってる。キキキの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 キキキ。え？キキキのキキキ。キキ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 いや、寒いって。でも、ここら辺、この辺、ちょっと待って、ここ、ね、ここ、あ、親指浮かしてみて。あー、どうだろう。え、大きい、ちっちゃい。ちっちゃくない。え、これいいの。シャリシャリなるやつ持ってるけどね。うん、ちょ、これしよう。新しいのにしよう。新しいのする。カエルさんをね、うん、カエルさんね、なんか穴開いてたからね、その中に口の赤色で、ね、塗ったんだよ。塗っちゃったの。塗っちゃった。今度はこれをぶち込む。で、こいつをぶち込む。全部入れたら入る。すると
そのね、セロハンテープの芯をもう一個入れて。すごいね。重たいっしょ、それ。僕は大丈夫。めっちゃ美味しそうじゃん。なんでみんなさ、俺のうどん引いてなきゃ今日はどんなの。ご飯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 おいしい。うん。